こんにちは、ジャンカメラ系 YouTuber みんなっちです。今日はカビ掃除に失敗したレンズなんですが、トキナーの ATX150-500mm f5.6 を紹介します。ハードオフジャンク品、1650円で買ってきたレンズになります。買った時からカビだらけのレンズで、分解清掃して紹介しようと計画していたんですが、なかなかうまくいかないですね。最近レンズの分解清掃に失敗が続いていて落ち込んでいるところです。前回の買い物紹介動画の中で、何かしら報告しますと宣言していましたので、カビは取り切れなかったんですけど、作例を見ていってください。確かに曇った写りにはなるんですが、写りがいいなと感じるレンズでしたので、ぜひ見ていってほしいです。まずは分解清掃で行き詰まったシーンからどうぞ。カビの様子を見てみます。前からズームしていきます。こんな感じで、特に中玉の表面ですかね、カビがびっしりと生えているのがわかります。これはさすがに写りに影響してしまいそうなカビです。後ろ玉側から見ています。後ろから見てもカビがたくさん生えているのがわかります。まずはこのズームとピントリングのゴム素材をめくってあげるとネジが出てきます。これを2つ外してあげることで、ズームを前後に分離することができそうです。テレタン 500mm で印をつけておきました。後でこの位置に合うように戻していきます。これで筒が外れるようです。はい、まずはこれでできる範囲を掃除してみようと思います。まずは前玉から見ていきましょう。こんな感じで取り外しすることができたんですが、前玉裏側のカビはこんな感じです。ペンライトを当てた部分にカビが反射して見えていると思うんですが、中玉の、ここを回転させて取り外しすることができました。ということでダメそうですね。このユニットが一番カビ生えているんですけど、ユニットになっていて、ユニットの内側がカビてしまっています。これ分解これ以上できそうにないので、カビの掃除が難しいです。しかもこのユニットだけじゃなくて、他にもカビてる部分たくさん見えているんですが、これ以上分解するのも大変そうな感じでもあります。まあこれ以上分解できたとしても、一番カビがひどいこのユニットが掃除できませんので、このレンズは失敗ということになりそうです。ということで、真ん中より前側の分解が簡単でいい感じだったんですが、一番カビている中玉ユニットが分解できなくて行き詰まってしまいました。仕方ないのでこの状態で試し撮りだけしてきました。スペックを確認して作例を出していきます。主なスペックを紹介します。発売当時の価格は19万8000円とかなりの高級レンズです。レンズ構成が13×15mm、焦点距離が 150mm から 500mm の 3.33 倍ズーム、開放絞りが F5.6、最小絞りが F32、絞りバネの枚数は7枚です。最短撮影距離は 3.1m とかなり遠いです。フィルター径は 95mm と大きくて、重量が 2230g もあります。作例を出します。フルサイズミラーレス α7 で撮影しています。テレタン 500mm で絞りは F8。 こういうフィルターをつけたと考えれば綺麗に見えなくもないですが、やはりカビや曇りの影響は厳しいようです。昼間日中の撮影なんですが、朝もやの中を走っているように見えます。ヘッドライト周りのボケ方とかカビの影響なのか、逆に綺麗に見えたりします。テレタン 500mm をもう1枚、程度が良かったら綺麗に映るんだろうなと感じる作例です。このレンズは大きい三脚が必須です。小回りが効くレンズでは全くありません。上下左右方向スムーズに回転できる三脚がないと撮影が大変です。 250mm で絞り F11 です。ホワイトバランス日陰にして曇りを抑えようとしましたが、抑えきれてはいません。この構図、他のレンズだと右の電柱が歪みがちなんですが、このレンズは全く歪まず一直線に伸びています。逆光方向ですが、にじみもなさそうに見えます。ただカビレンズなので評価を断定するのはやめておきます。ワイドターン 150mm で絞り F13 です。深めに絞って曇りを抑えようとしましたが、抑えきれていません。さすがにこのレンズはカビ掃除をしない限り救えそうにないです。ワイドターンもいいですね。曇りがなければ綺麗に映っているレンズに見えます。順光方向でワイドターンの 150mm です。
このレンズは残念ながら置き場所に困るので処分する予定です。捨てるのも大変なのでハードオフに持って行って売ろうと思っているんですが、次のユーザーに申し訳ない気持ちもあります。公園の遊具を撮影しました。テレタン 500mm で絞りは F9.5、 最短距離までは寄っていない5メートルくらいの距離で撮影しています。背景のボケ方も綺麗ですよね。いいボケに見えます。公園の真ん中に三脚を立ててぐるっと回転させながら撮影してきました。重量が 2.23 キロありますから撮影の労力はすごいです。気軽に使えるレンズではないです。ズームを少し戻して撮影しています。超望遠レンズすごくいい感じに映りそうなのに曇って映るのが本当に残念です。これに懲りずにまた同じレンズを探してみようと思っています。テレタン 500mm 最短距離 3.1 メートルで撮影しました。絞りは F11 です。そんなに大きく映るわけではないですし、マクロは使いにくいんですが、やっぱりボケ方とかが綺麗なんですよね。このレンズは素晴らしいです。テレタン 500mm で絞りを比較してみます。絞りが F5.6 透視なのでテレタンでもワイドと同じ F5.6 で使えるのがありがたいです。さすがに 500mm ともなると F13 まで絞っても背景はボケボケです。 F13 まではブランコが浮き出るように見えているのでいい感じです。開放の F5.6 ではこのあたりやや二重にボケる感じがありますが、全体的にはいい感じでボケ方は私の好みです。ワイドタン 150mm で絞りの比較です。このレンズカビが残念ではあるものの、写りは非常に気に入ったのでカビなしレンズを使ってみたくなりました。撮影は大変なんですけど頑張ってよかったなと思える写真が撮影できます。動画の作例です。カメラボディは引き続きソニー α7 です。まずはテレタンの 500mm フル HD60fps で撮影しています。次にワイドタンの 150mm です。空を入れてしまうと反射がひどいですね。重たくて長いレンズなので動画ではブレをどうやって抑えるか考える必要があります。この日は風がある日だったんですが、必死に手で三脚を押さえながら撮影をしていました。ということでトキナーの ATX150-500mm を使ってみました。ジャンクレンズで遊んでいるとカビ掃除に失敗なんてよくあることなんですが、特に最近失敗のスパイラルにはまってしまっていて、全然綺麗な写真が撮れなくてもどかしい気持ちになっています。少しジャンクから離れて保証付きの中古レンズを買って気分を入れ替えようかななんて考えています。最後まで見てくれてありがとうございました。今後もジャンクレンズのレビュー動画を作っていきます。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。